います。どうもこんばんは、よろしくお願いします。ヘディング、最後ヘッド合います。13分が経過、前半です。さあ試合の入り、両チームともシュートを1本ずつ打つという展開です。まだ始まったばかりですけどもね、両チームともシュートまで行く形ができてた。ゴルコット、丁寧に足元を使う、中に入れる、ノースロンド。先ほども同じようなシーンがありました。右サイド上がっていきます。サイドのスペースを使います。サイドフリーですよ。足元大事にいきます。頑張りましょう。一人で持っていけるか、ちょっとルーズになる、収まった、フリーだ、打つ、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のバックスは緩慢なプレーでした。ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。両チームチャンスはあったんですが、結局ノーないんですけども、チームのシミュレーションとしては当然もっと点を取れたはずでしたからね。今回その誤差の原因を明確にして反省として次回に生かしていく必要がありますよね。自信、上を口に加えて、今試合終了です。試合が始まりました。ここで丁寧にボールを扱う、ここで受ける、シュート来た、先制、オリンピアコス。前半終え1対0、ノースロンド、前半に先制されハーフタイムを迎えています。後半です。ノースロンド、カソルラ、裏へのスルーパス、頭だ、どうだこのシュート、いやー、取って、ここに来て同点、ノースロンド、いやー、刹那の隙も見逃さない。バックスの間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール、キーパーからしてみて、シュート、おっとルーズボール、さあノースロンド、タイムアップ直前で攻め上がります。素晴らしい、1対1、裏へのスルーパス、さあシュートレンジだ、ウェルベック、スター、これはなかなかこじ開けられない、シュートか、カソルラ追加点、これで差は2ゴールになりました。ミドル、スター追加点、点差は3点、試合が決まってしまうのか。このボールに触ります、チップで落とす、ウェルベックに渡る、ウェルベック追加点、シュート、ボールは4対0、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。キックオフです、ね、素
ベースへ出す。アレクシス・サンチェスに渡る。抜けた。決まった、先制。ハンドフスキ、アーチのようなパス、チャンスになる。いやー、同点。バイエルン、バイエルン、ここでスコアを。際どいボール、ジャビアロンソ、ここはカットします。ベストエジル、アレクシス・サンチェス、スペースへ出す。このパスが抜ける、抜けてきましたよ。自分で行く、シュートノイアルテタからアレクシス・サンチェス、体を張ったプレー、主審時計を見ながら長いホイッスル。ノースロンドン対 FC バーゼル、コナミスタジアムより。さあ前線へ、ノースロンドン、このゲーム勝てば突破が決まります。ふわっとしたボール、打つ、先制。さあまずは先制、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。もちろんコース狙ってるにしても。ここで前半の45分が終了しました。結果前半1対0、ノースロンドン先制してハーフを迎えました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながら、アーチのようなパス、柔らかいパス、ここで受ける。収まったフリーだ。抜けてきますね。来た、勝ち越し。いやどうだ、フリーで受ける。アレクシス、いや追加点。オスロンド、これがダメ。ここで笛です。3対1、オスロンド。さあ次は Do or Die、 生きるか死ぬか、ノックアウトのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントです。ですね。そうですね。